どうもこまみれですえー、皆さんロッドどんなの使ってますかね、うん、まあいろんな釣りのスタイルがあってねいろんな硬さとかいろんな種類のロッドがあってさまざ、あ、まなものを使っとると思うんですけど、えー、まあ全てのそのものに言えるのは、えー、竿を曲げましょうってことなんですよ。うん、どういうことかっていうとまあもちろんさ あのー、人間とこのカーボン、ね、今大体カーボンの素材がほとんどやからさこのカーボン素材どっちが強いかって言われたらその釣りをするにあたってねまあ、間違いなくカーボンやと思う、うん、人間はあくまでも道具に、えー、結構ね、あのー、使われとるって言ったら変だけど、うん、結構道具の恩恵をかなり、ね、受け取ると思います はい、でまあこのね動画のタイトルの通り「竿おは曲げよう」っていう話なんだけど、えー、例えばキャスティングする時、えー、人間がね「イいや」ってね力いっぱい例えば 40g のジグを投げたとしても 100m も飛ばないんですよ。うん。<laughs> うん、たった 40m。だって野球のボールをトッププロが投げて ね、150とかね行く人百170か170はいかんかもしれんけど150くらいなわけですよあの野球ボールみたいなやつをトッププロが思いっきり投げてうんですよ、うん、そんな中でねあのグラムくらいの。 ジーグをロット,使ってロットをね綺麗にグワーンと曲げてそのしなりとね反発を利用して投げることによって 100m とかは平気でいくじゃないですか飛ばす人だったら130とか普通に飛ばすじゃないですか60とかそういうグラムのジメタルジーグとかだったらうんだから圧倒的に竿は曲げることで性能を発揮するんですよ。 だからキャストが、ね、飛距離が全然ないっていう人って結構おると思うんですよ全然飛ばないとか、うん、そういう人に関してはしっかり竿を曲げれとるかっていうのをまず考えた方がいいそれは概要の大きさとかそういうのも一応なきにしもあらずなんだけど、えー、しっかりまず竿をしならせてね 竿のしなりをしっかりルアーに伝えた状態でキャスティングできとるかってのをねあのすごく重点的に意識してやることで飛距離っってていいうのはだいぶ変わってきま,すまあ,あの右行くとか左行くとかそういうのはまた竿の振り方だからでもしっかりまっすぐ曲げることによってね例えば時計のねえっと6時に しっかりと振りかぶることができたら12時に投げれるわけですよ。うん、しっかりまっすぐしならせてまっすぐ振るっていうことができたらね。例えば、ねあのー、意識6時の意識はしとるけど6時に振りかぶって意識にしとるけど、えー、実はね5時とかさ4時とかさ7時とか 7時とかになると人間にバーンってぶつかるから危ないからあれなんだけど、まあ、6時を意識してでもリリースポイントは1時2時みたいなで10時11時みたいなところで <laughs> なるだからこそ、えー、ルアーがあっちゃこっちゃ行ったりするっていうのもあるわけですよだからまずキャストの時はしっかり曲げようっていうことがすごく重要なんですで、えー、例えばそうだな そそのの竿を曲げること他にももありますす、えー、ルアーのアークションもそうです例えばミノ、箕面をね、箕とかを弾くとき、ね、バイブレーションでもそうです、スプーンでもそうです、えー。メタル軸ですらもしかしたらね、あの、特定の条件においてはそうなんですけど、えー、ロッドをさ、あの、糸とね、平行というか、ピンとまっすぐするとね、 そのロッドを一切曲げずに、えー、ピーンとねあの糸とすごいなんか直線的に竿をねまっすぐにする人ってごくごくまれにおるんですよ、うん。けどそれってねそのロッドを糸がその糸をさ糸がさロッドを返しとらんわけやからあのー、関係ないのよね。ちょっと曲げて 負荷を与えることによってね糸でガイドをさなんかガイドに負荷をかけてちょっとテンションかける竿をちょっと曲げることによって、うん、そしたらあのちょっとのねピン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 っていうティップのそのちょっとしたアクションとかも分かる、うん、だからあのから薪の釣りとかをよくするときは薪系の釣りをするときはえー、ロッドをね例えば斜め 斜め下に置いとくとくかさ必ず糸とはあの斜め45度とか95度、まあ、理想は135度とかなんだけど、うんえー、それくらいに絶対にしときましょうってそうすることによって糸だけじゃなくロッドにもちゃんと、えー、振動ってのを、ね、魚の当たりだったりストラクチャーのねノックの音だったり振動だったりっていうのが伝わるっていうのであって竿を曲げようっていう話なのよ。 そして最後えー、魚をかけた時、うん、もちろんね糸ってのは所詮糸なわけですから、うん、やっぱギューッと引っ張られたら切れる時は切れるんですよ、うん、で魚も引く力が強いですし青森とかやったらまあまあ走りますし、うん、それをえー、ロッドを曲げることで えー、パワーをいなしてやる直線的にグーって引っ張ったら糸に負荷がかかるけどそこでロッドを返してロッドを曲げるということで糸にかかるる負担をロッドが吸収してくれるんですよ、うん、糸だけにバーンとかかるような負荷をロッドとか、うん、に逃がすことによって、うん、糸が直線的にプツンと切れることを減らすという だから魚をかけた時もしっかり曲げれるような、えー、ロッドのポジション、うん、っていうのを、えー、やります、うん、そうすることによってあの魚をねあのいなして疲れさせたりっていうのも容易にできますし、うん、それができずに割とねあの竿にじゃあ魚に対して直線的にロッドを持ったりすると魚に好き勝手に走られたりとか えー、してねテトラに突っ込まれていい時って終わりとかさ、うん、そういうのがあるわけだからしっかりえー、竿を曲げるということ、うん、そうすることによってあの高断性の竿だったら魚が勝手に浮いてきますはいそれからい全然変わってきます無理やりゴリゴリに巻いて抜き上げるよりもうん まあそんな感じでえー、っともう釣り具っていうのはそういうふうに作られてるわけですから、うん、だからえ竿、ー、ってのは曲げることで、えー、その性能を発揮するっていうのがあるんですよね、うん、だからといって曲げすぎてもダメなんですけど、うん、だからそこは狙う魚種立つ釣り場、うんね、使うルアーや、えー、狙う魚 まあ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 。なんか2回言ったな。まあいいや。<laughs> そんな要素を加味して、えー、ちゃんと曲げれるさを、曲がるさを、いや、曲げれるさを、を、えー、選ぶと、あのー、いいのではないかなと、私は思います。はい。そんな感じで、コマミリでした。